ホームページよりこの LINE のアカウントの方が分かりやすいなと思って。あ、使ってます。身近にあるスマホですぐ解決するから。福岡市民なら使えって言いますね。燃えないゴミとかペットボトルの日って月1回だと忘れやすいんですね。ゴミのアラートを入れてからゴミを捨てる日を忘れなくなったんですよね。それで夫にも勧めて忘れずに行ってもらうようにしてます。どんな風なのが出されてるのかなっていうのを見るのに使ってます。何が美味しかったとか聞いてそれをお家で作ってみるねとか、そういったコミュニケーションはできてるかなと思います。子供がいる友人とかは登録してますね。 あの辺に出たんだとか、あのこういう声のかけ方してくるんだとか、なんかそういうのを知ることで子供にもこういう風に近づいてくる人がいるよとか、あの情報を与えることができるので、すごくそこは役に立ってます。会社の近くの道路でボコッとしてるとこがあったので危ないなと思って通報しました。写真撮って送ってこういう通報内容ですっていうのを送るだけだったので、すごい便利でした。キャッシュレスでできるみたいな、LINE ペイで支払えたのが良かったなって思ってて、銀行とか郵便局とかに行って収集券をもらわないといけないとかあったんですけど、全部スマホでできちゃうっていうのは良かったなって思ってます。これまでの2年間で約60のプロジェクトを実施し、福岡市の多くの皆さんにご利用いただいています。 LINE を使うことで自分の心の余裕っていうのも生まれて、そこが大きな変化かなと思います。日本で一番課題解決が早く、日本で一番市民の参加が進む街を目指して、福岡のスマートシティモデルを全国へ、アジアへ。 LINE スマートシティ4福岡。